南西諸島へハイマースを配備するとのアメリカ軍の検討している中、自衛隊でも中ザムの運用が本格化しているとの情報をキャッチしました。今回は中ザム運用で南西諸島を防空最前線の今を詳しく見ていきますね。中国はゼロコロナで内政はポンコツ中の今です。主として北朝鮮からの弾道ミサイルの脅威に対し、日本のミサイル防衛の強化と多層化を実現する手段として大きな期待が寄せられていた陸上配備型のイージス・アショアだったが、2020年に導入の中止が決定された。当時の河野防衛大臣によって発表されたイージス・アショアの突如としての導入中止の理由は、発射後に切り離されるブースター部の落下地点の制御が現状のシステムでは実現できないというものだった。そのためイージス・アショアは制御プログラムへの改修が必須となったが、これを費用を投じていったとしても確実にブースターの落下位置を安全な場所に行うことは甚だ困難との結論に至り、計画自体が白紙撤回された。ただし、イージス・アショアの導入中止が確定しようとも、日本におけるミサイル防衛の代替策は必須であるため、その手段としては、イージス・アショア用に調達するレーダー類を転用する新型艦艇の建造へと舵を切った。この艦艇は、現行の通常のイージス護衛艦と区別する意味で、イージスシステム搭載艦と呼称されることとなったが、2023年年度の防衛費の概算要求に際して、弾頭ミサイル防衛に止まらない兵装を搭載する可能性が浮上している。イージスシステム搭載艦は、その艦容も、推定で、満載排水量2万トン、全長210メートル、全幅40メートル以上になると予想されており、これが実現すれば、海上自衛隊の艦艇群の中でも屈指の規模となることは間違いない。これほどの規模にイージスシステム搭載艦が到達する予測が囁かれているのは、前述したように陸上配備を前提としたイージス・アショアのレーダー類をそのまま転用するという物理的な必要性から生じたものである。しかし、イージスシステム搭載艦には、ミサイル防衛用に撃用の SM-6 ミサイルを装備するだけにとまらず、その艦隊の大きさを利用して、艦対地ミサイルや艦対空ミサイル等の複数の兵装が施される可能性が浮上している。現在想定されているのは、艦対地ミサイルは、現在開発中である12式地対艦誘導弾の能力向上型であり、艦対空ミサイルも同様に開発中の丸3式中距離地対空誘導弾改めを艦艇搭載用に改めたものだとの見方が大勢を占めている。そもそも論としては、中止を余儀なくされたイージス・アショアの代替案として浮上したのがイージスシステム搭載艦であり、その用途を極める前に他の用途への拡張を起とすることが正解なのかと危惧する声は無論上がっている。ただ、日本政府や自衛隊関係者の間では、北朝鮮の弾道ミサイル撃に特化した艦艇とするよりも、一気に複数の用途にイージスシステム搭載艦を多用させる方が、兵器としての運用効率が高いと判断されということなのだろう。12式地対艦誘導弾の能力向上型は、現行のオリジナルが、およそ 200km 弱の射程距離であることに比して、大幅に延伸したおよそ 900km、最終的には、およそ 1500km にまで引き上げることが掲げられている。これは、近年の日本が掲げている、スタンドオフミサイル、つまり、敵の射程距離外の長距離から、一方的に、
攻撃を可能とすることを体現しており、今後の戦術、戦略の基本を支える中核の兵装として、多様なプラットフォームでの運用を目指している。一方の、マル三式中距離地対空誘導弾、改めは、2003年より、陸上自衛隊で正式採用された、マル三式中距離地対空誘導弾に、改良を施したものであり、2010年度より、7年をかけ、2016年度までに開発された地対空ミサイルシステムである。マル三式中距離地対空誘導弾、改めは、低空を飛翔する巡航ミサイルや、高速度の空対地ミサイル等に対する迎撃能力を高めており、友軍の他戦力との情報共有を行うことで、従来型よりも迎撃可能な範囲を拡大している点が特徴だ。2015年には、アメリカ本土のニューメキシコ州の砂漠場にて開発中であった、マル三式中距離地対空誘導弾、改めのミーテストが行われたが、用意された巡航ミサイルを想定した銃受けの標的すべてに、命中すると、高い精度が確認されている。こうした結果も踏まえた上で、マル三式中距離地対空誘導弾、改めは、2017年度予算から調達が開始されており、これまでの2022年度までの6年間で、毎年1個中隊に相当する戦力が、新たに陸上自衛隊の兵装として加えられている状況にある。さらに、マル三式中距離地対空誘導弾、改めは、ロシアがロシア・ウクライナ戦争でも投入したことでも注目を集めた、9キロ720イスカンデル短距離弾道弾のような変則的な軌道で飛翔する目標への対処を考慮した改良版の開発も2020年から始まっている。マル三式中距離地対空誘導弾のシリーズは6つの車両に各装置を搭載する形式で、それは誘導弾本体の発射、作手、機、および射撃用レーダー、射撃統制、および、幹線無線中継、幹線無線伝送、レーダー信号処理、および、電源車、誘導弾運搬、および、装填に大別されている。最初の、マル三式中距離地対空誘導弾は陸上自衛隊において、2007年から、関東、および、甲信越地方を管轄する東部方面隊、ついで、2009年から、東海、近畿、北陸、中四国を管轄する中部方面隊への配備から開始されていった。しかし、その後は南西諸島をはじめとする方面への中国からの軍事的な圧力の増大を受けている現状を反映する形で、九州及び沖縄を管轄する西部方面隊への重点的な展開がなされるように配備される地域に変更が生じている。その西部方面隊において、マル三式中距離地対空誘導弾は、まず、2012年から沖縄本島の島尻郡廃瀬町の第15高射特科連隊、2015年に福岡県飯塚市の第3高射特科軍、2048年に沖縄県の宮古島の第7高射特科軍へと配備された。これらの中で、沖縄本島の島尻郡廃瀬町の第15高射特科連隊中の第1高射中隊では、すでに2020年に、マル三式中距離地対空誘導弾から、マル三式中距離地対空誘導弾、改めへの更新が完了しており、南西諸島重視の方針が、明確に伺える。マル三式中距離地対空誘導弾から、マル三式中距離地対空誘導弾、改めへと改良を行うにあたっては、性能面での向上や運用範囲の拡大は、無論のこと、兵器として数を揃えるために、必須となる1機あたりの調達費用の低減が掲げられていた。そうした方針も、コンセプトに加えられている。マル三式中距離地対空誘導弾、改めは、総じて、専用の部品を減らし、
一般的に入手が可能な民生品の比重を高めることで調達費用を切り詰める設計となっており、今後もこの方針は堅持されるだろう。日本の現在の防衛方針は、これまで述べてきたように南西諸島を最優先とする方向にシフトしているが、北部の北海道や東北では未だ大本は1950年代に開発された旧式の地対空ミサイル MIM-23 ホークを運用している現実がある。優先順位は下がったとはいえ、さすがに半世紀以上も経過しそうなこうした地対空ミサイルの代替も並行して進める必要があり、丸3式中距離地対空誘導弾改めの改良版、さらなる調達費用の低減を実現することが今も求められている。